せーの、グッチョーク。私たちはヒアリングの中でこんな声を聞きました。まずは在宅介護のヒアリングで、一人暮らしの認知症のおじいちゃんがいました。その方には3人の子供がいて、長男の方は兄弟は3人しかいないから3人で行く日を分担しているけど、誰も行けない日もあって仕方ないからなぁと言っていました。3人で分担、この言葉から負担を家族だけで背負うことしか選択肢がないみたいに思っているようでした。負担を分担するためのサービスは他にもあるのに、当事者はそもそもそれを知らなかったり、あまりいいイメージを持っていないという意見もありました。施設へのヒアリングでは、利用者は外との関わりが少なく、利用者同士で世界が完結してしまっているので課題だという職員の声をお聞きしました。この2つから受けた印象は、在宅の高齢者も施設の高齢者も居場所が制限されているのではないかと考えました。そこで私たちが思ったのは、在宅の方も施設に入っている方も大人も子供も集えるような分け隔てのない居場所を作りたいと考えました。そこで目をつけたのが子供のいる店です。放課後の1時間、小学生が職業体験という形でカフェでウェイトレスをします。小学生が働いているのなら行ってみようかなという思いで人が集うことを狙います。なぜ子供に注目したかというと、子供は認知症に対して先入観がなく自然体に接することができるのではないかと考えました。そしてもう一つは、高齢者の方々は子供に会えるという思いで身だしなみを整えたり麻痺した手を動かそうとすると、施設の方にヒアリングして分かったので、子供の力を借りようと考えました。このプログラムは1日だけの単発的なものではなくて5日間で考えました。週に1回ペースで5回、小学生の放課後を利用するので15時頃からと考えています。場所は認知症の方が利用されている施設の一角や町の認知症カフェなどを利用させていただこうと考えています。5日間のプログラムのスケジュール例を紹介します。1日目はエプロン作りや店員さんとしての練習などをします。2日目3日目は実際にお客さんを相手に接客してもらいます。4日目は中だるみ防止のためお店はせず物を作るなどのアクティビティをします。5日目は勤務後お疲れ様会をします。達成感を味わってもらうためにメダルや賞状をプレゼントします。そしてこの5日間のプロジェクトが1回だけのイベントに終わらず、継続させるために大学、行政、特養などの近隣施設、町内会が役割分担し協業して行おうと考えています。また参加してくれた子どもが次も参加したいという気持ちを持ってもらうためにカフェマスター制度を導入します。これは星3段階に分かれ、1回参加するごとに星が1個増えます。1個増えるごとにカフェでの役割は増えますが、星3個になるとカフェマスターの称号が得られるのです。このような制度で子どものモチベーションの継続や活性化につなげていきたいです。そうすることでこのプログラムが街の中に溶け込むと、高齢者も今日も行ってみようかなという気になり、それが居場所へとつながるものと思います。進捗状況と今後の展開についてです。施設の場所を借りて地域の子どもへ呼びかけを試験的に実施します。そして地区の団体へチラシでの呼びかけをし、地域のイベントの時にチラシを配布し、飲食喫茶などに場所の提供依頼をします。そして最終的に偏見のない認知症の人の居場所づくりの実現を目指します。ご清聴ありがとうございました。